浜名湖で藤枠終点に到着です。早いですよね。フルーツ大の弁財天加工だ。藤川を借りる。止まります。お降りの方は扉が開いてから席をお貸し願います。藤岡到着いたしました。温泉です。温泉の峠は藤ヶ丘。こっちからですね。藤ヶ丘のバスターミナル。到着いたしました。藤ヶ丘到着、地下鉄の方に向かいます。藤ヶ丘お茶持ってきてますね。特に飲みたいとも、ね、思わない。コーラなど迂回しないエレベーターね、安全のために乗車いたします。ホームまで向かいます。痛いですね。痛風発作です。明らかにここが足は大丈夫なんですけどね、肩もね、痛いと手が自由に動きません。星ヶ丘までね、乗車いたします。時刻ね、13時前後にはね、マグロや石庭迎えると思うんでね。お知らせします。ホームでは扉の正面がセットです。
開けません。どうなってんすか。はい、じゃあね、藤ヶ丘駅の方も到着いたしました。乗車可能なのですね。乗車いたしましょうか。乗車いたします。星ヶ丘まで乗車いたします。どこかにね、ありましたけど、星ヶ丘に到着いたしました。星ヶ丘です。大陸の星ヶ丘じゃありません。千種区の星ヶ丘です。バスの時間見計らって、電池の消耗ね、非常に早いです。これ小さいカメラでね。
こちらがね、綺麗なんですけどね、まあ、このドアが閉まります。空いてるところはいいんですけど電車の車内なんかね、なかなか落ちるので、空いてる、ね、時間帯はいいんですけどね。すみません、バスターミナルの方に向かいますね。足は安定しています。足は歩かない、生やして歩けますけど、何分ね、手と肩が痛いんで。充電ね、可能な場所は私知り得ておりますからね、空いてればの話ですが、コンセントがね。まだね、行きたいところがありますんで、まあ、とりあえずね、昼はね、牛の餌まずは今近くに40分、まあ、バス出発したようで出発してないようで、多分覚えてるんですけどね。バスターミナル参りました。星ヶ丘バスターミナルです。星ヶ丘バスターミナル、アセスが仕方ありませんね。あ、じゃあ行ってみますよね。ちょっと車庫道です。やはり予想通り出発してしまいました。あ、出発25分、あ、もう出発12時しかありません。こちらも出発していますね、上田行きます。出発済みでございます。あとバスに乗車したいというのが自由が丘、もう整列してらっしゃいますけど、自由が丘行き、11時50分、あと10分で到着いたします。じゃあこちらのバスね、私こちらのバスね、星岡11号系と平和、ここはね、平和公園経由の自由が丘に乗車いたします。じゃあ整列いたしますね。回ってませんけどね。じゃあバスターミナルです。でもう一度ね、こちら星ヶ丘ね、一番乗り場から乗車いたします。じゃあ星ヶ丘テラス三越デパート、ブックスのマグロに沿って
答えさせていただいております。他をすいませんのでね、まずマグロね、綺麗な。早速食べますね。こちらね、ほほ肉と地肉ですね。注文してみました。エビ天丼です。コーラ注文しました。はい、美味しいですね。注文いたしました。お刺身です。中間の席座ってますのでね。私一人でこう入りますけどね、他の方入れるのに配慮してますね。コーラのシーン、うどん食べますね。はいはい、気分よくね、飲食いたしまして、要するにね、一貫のところが一皿ね、マグロの七貫盛り一皿サービスでね、いただきました。ありがたく食べました。値段も良かったですね。すべてね、店長をお代いたしまして、まあ、プライバシーの関係上、撮影は、まあ、本日はね少なかったですけどね。まあ、だけど良かったです。ボクさん、ボクさん。私はね、言うべきことは言いますけどね、きちんとしていただいたらね、私は、やっぱりいいところはね、行きます。4,488円でした。結構食べましたよ。しんやりとしてきました。今日もお腹いっぱいになっちゃいましたね。お腹いっぱいになっちゃいました。じゃあ駅に向かいます。小学校。